ということでってどういうことか分かりませんが、今日のゲストはですね、新潟在住の当教会、一般社団法人ディジリドゥ健康法普及協会の一般マイスターをやってくれているナレーターで女優もしてる、まあ、いろいろやってる、もう喋っちゃったあの平辻智子さんです。こっちだ、よろしくお願いします。ようこそって僕が今そっちに行ってるっていう、でもそれバーチャル背景だから、この寒い中、ね、寒いところへ、寒いところへって言ってもこれオンエアされる頃はまあもっと寒いか、2月ぐらいかな。もっと寒いですね。でその後ろのバーチャルの背景はどこでしたっけ。これは喜多方です。喜多方、喜ぶことが多い方とか、はい、そうです。福島県でしたっけ。福島県ですね。え、それ何、ラーメン食べに行ったの。はい、お正月行ってきました。お正月に喜多方ラーメン食べるために新潟からわざわざ行ったの。喜多方ではなくて米沢が大体いつも目的なんだけど、米沢へ 牛食べに行ったのね米沢の寂しい感じがするお正月が好きで毎年行ってます。え、何があるの米沢に。何もない。え、雪しかない。あ、違う違う、親戚があるとか実家があるとか全く関係なく、あ、一切なくて米沢に毎年行くの。はい、一回なんかは夜ご飯も大晦日に食べられなくて。どうして。雪 あのホテルなんかの夜ご飯がついてなくて、ちょっと夜の街行こうかと思ったらもうなんか雪に埋もれて閉じ込められちゃったんだ。ご飯がありないって言ってえ、それ何も食べずに大晦日過ごしたの。そうですね、あのコンビニにたどり着いて何かカップ麺かなんか買ってホテルで食べたっていう。へー、なかなかそういうなんか寂しい感じが好きなの。すごく好きみたいですね。誰が。うちの人が。ああ、旦那さんがね。はい。え、智子さんは好きじゃないのそれは。私はもうちょっと温かい思いをしたかった、そうだったですね。でも、ね、今はもう温泉とかに行くんで。ああ、なるほどね。まあ、へえ、面白い生活しておられますね。はい。ほいで何、そこでその池でディジュッポ吹いた。そうなんです。あのお正月最初の一吹きではなかったかな。でもまあとりあえず雪にまみれながら杖、うん、のようにディジュッポを吹いてやっと池のほとりに行って吹こうとしたら、あのディジュッポが冷たくなっていて、あ、振動しなくて、はあ、あので、まあ、まず吹いたら雪がボーンって出て詰まってたんじゃん雪がどういうこと。杖にしたからでしょ私が寒くて唇が震えてなかったのか、デジュッポが振動しないのかわかんないんですけど、全然音が出なくて、あ、こんなこともあるんだとびっくりしました。あんまり寒いとね、やっぱり硬くなっちゃうからね、缶もあんまり振動しづらくなるんじゃない。で唇もやっぱりほら固まっちゃうしさ。あ、で何で吹いて、でもとりあえず音が出始めたら、はいはい、あの池にすごくたくさんカモがいたんですけど、うんうん、そのカモが寄ってきて、ネギしょってネギしょってネギしょって私の方に向かってくるんで、あれって偶然かなと思ってしばらくやめたらもう戻ろうとするんですね。そうでしょ、来るんです。はい、でもう一回吹いたらやってくるんで、これはもうディジュッポの音聞いてびっくりしました。あのね、鳥も、はい、魚も亀もみんな寄ってくるんです、動物さんが。ああ、私牛が寄ってくる、あの撮影したことあります。あ、牛も寄ってくるよ。寄ってきました。あのね、そう、僕ね八ヶ岳の方に行った時に、ええ、鹿が、あの逃げようとしていた鹿がディジュリドゥ吹き始めたら、ええ、ちょっと近づいてきて、まあ鹿としてましたけどね、ごめんなさい、はい、すいませんね、寒い時に仕方したんですね、はい、でも、あ、じゃあどの動物もみんな気持ちよがるんですかね。だいたい寄ってきますよ。あのペットはちょっといろいろ、ペットさんはいろいろその個体差があります。逃げていくやつもいるしね。
うん、野生の方々は大体寄ってきてくださいますよ。で、そういうことを言うと、魚釣りの人が、じゃあ今度一緒に行って、ちょっと吹いてよって言うから、いやいや、そういうよこしまな気持ちで吹いたら言ってこないよっていう、そうですよね。そういうせっもかの。く寄ってきてくれてるのに。純粋にね、広島の健康サロンで延べ2,000人のおじいちゃんおばあちゃんがやってたんですけど、その時にあるおばあちゃんが、うちの裏山で吹くと気持ちよくてね、吹いてると1時間吹いちゃうんです、で吹いてるとね、鳥さんたちが寄ってくるんですけど、カラスは寄ってきてほしくないんですけど、どうしたらいいですかって言うから、差別しないでくださいって言っときました。だっていいよ、でてきすちゃね。うでももんね。ね、やっぱ一時間、風笛って言ってる方たちですよね。ディジュリドゥって言いにくいから、なんか日本語にしてって言ったから、風笛って言った。だから、そう、広島のおじいちゃんおばあちゃんたちはディジュリドゥ健康法やってるつもりないよ。風笛健康法やってるつもりでいるから、これディジュポ健康法って言っても知らんって言うかもしれない ものは一緒なんですけどね、もちろんね。まあ、それで、そういえば、平辻さんはこの二十法健康法をやりかけてどれくらいになりました？私は昨年の2月、おそらく2月にうん。マイスターになったんだと思います。その時がそっ初か。めてなんじゃあやっぱりもう1年ぐらいはなるわけですね。です。もうそろそろですね。ね。はい。で、話を聞いたのは、一うん。昨年の12月だったんですけああ、あど。れですよね。Facebook のあれで。違った？瀬セッ戸ト山ンさの、んの、瀬戸山くんのね。それでもうね、その1年にもならないうちに、ボイトレ・ディジュッポ健康法を作ってくださって、ハッピー・ディジュワールドというオンラインサロンでね、講座をしてくださってますよ。専門だもんね、ナレーションと女優。声を出す仕事は本当にもう40年以上続けているので、年バレちゃうよ。専門と言えるのかな。専と門りであえすず、よ、40年もやってたら。仕事としては細々続いているんですけれども、今もう東京から新潟に引っ越して6年で、仕事がこうだんだん減ってきてまして、年齢もそうですけど、新潟から東京に行くのも大変だったりして。で、実際に読んでみると口が回らなくなっているのに気がついて、ほ仕事がバンバン回ってる時は仕事がもうトレーニングになるような感じでわしたかけるわれどかる。も、仕事が少なくなるとこんなに回らなくなるんだとびっくりして、とりあえず何かを始めなくちゃいけないっていうところで、20歩に出会っ運たって良感く。じです。ねえ。で、これどうですか？効果は。20あ歩の。ります、あります、本当にあります。でしょ？まず、今も寒いから口が回りにくいっていう時は、とにかく20歩吹いて、体を温めるというか、なんか喉を緩ませるとか、舌がよく回るようになりますし、私のやってるボイトレディジュも、本当に早口言葉を前後に言ったりして、その間にディジュポやるだけなんですけれども、皆さんの効果を感じてくださるので、そうなんですよね。その場でやっぱり効なん果をか感じるってすごいよね。そうですよね、本当にわずか40分、50分の間ね、に即皆効さん、性、即効性がある。でもこれやらないとまたダメになるんだよね、そうなんです。続けないとね。いや、本当にね、こういうやっぱ専門の方がね、ちゃんとね、裏付けしてくださるっていうのは本当にありがたいことで、まあまあ今までもね、声楽家の方とかオペラ歌手さんとかね、そういう方々が体験してね、これはいいと言ってご本人は取り組んでくださるんですが、秘密にしちゃうんだよね みんなに言ってよって思うんだけど、でもやっとね、最近この番組のね、プロデュースしてくださってる泉ひなさんも、女優と書いて自由と読むという方なんですけども、やっぱりお仲間にね、伝えてくださって、原田大二郎さんが去年はうちのオンラインのね、朝のオンラインに出てそくうだなすっんですて、ね。すごい本当にいいこと言ってくださいました。丹田がね、
上丹田、中丹田、下丹田、高丹田、これ全部これをやってると効くよっつってね、言ってくださって。それそれはね、僕は分かりもやとすもい。と呼吸法の大家の先生もそれは言ってました。背中、腰あたりがね、膨らむんですよ。深い呼吸すると。それがね、このディジュプやってるとね、当たり前に膨らむようになるんですね。それだけ深い呼吸ができるようになるっていうね。だから呼吸と、あと、声帯とかね、その発声に関わる筋肉を鍛えながら緩めていくっていうね、鍛えながら緩めていくってすごいよね、これ。そうですよね。ね、その効果。一回トシさんの背中触らせてもらったえ、時そんなことさがあせりたっまけ、した俺。ね。呼吸の、どんな風に吹いてんのと思って。そしたら本当にもうよーく背中が動いてて、腰のあたり、腰のえ、上のあたり。いつの間にそんすなごいびっボくディりタッしチましさせた、た。させたんやろ。沖縄であか。れだったら本当に長いセリフも一息で喋れるようになるだろうし、そうね。息のコントロールができるようになるんだろうなと思って、精今進思しいた出いしと思った。てま平し辻た。さんといえば沖縄でね、なんか水筒の術やりながら溺れたよ。そうです。水の上で浮いたまま、ブブそう。だから、水筒の術できないって言ってるのにさ、加えてないから、当ててるから、こう隙間から水入るからさ、本当に溺れかけてたよねっていうのを思い出した。まあね、そんな愉快な平辻さんですけど、ハッピーディジュワールドのボイトレディジュポ健康法を担当してくださってますので、ご専門の分野でね、非常に分かりやすく、本当にメソッドはすごいと思います。ぜひね、ご覧の皆様、まず無料登録して、その都度の、ペイでできますから、一度ね、体験していただいていいなと思ったら、有料会員になっていただいて、受け放題ってやつよね。で、さらにいいなと思ったら、うちの協会のプラクティショナーとか、マイスターになってくださると、お得に、ハッピーディジュワールドのコンテンツ全部受け放題にできるので、そんなこともね、ちゃんとお問い合わせいただいたら、ちゃんとお教えしますからね。で、そろそろ新潟でね、ちょっと活動始めてね 東京だけじゃなくて ね、はい、ぜひ、ありがとう見てる方で興味のある新潟の方、ぜひね。お声掛けください。ね、新潟は中央区に住んでおります。中央区、僕も毎年新潟は行ってたんです。ちょっと5年ぐらい前までは、岡山からずっと陸路をね、東京まで来て、で新潟へ上がっていって、で途中なんか温泉入りながら行ってね、いいでですね。新潟からフェリーに乗って小樽へ行くんですよ、北海道ツアーに。そのコースずっと毎年やってた。日もうちょっ本と海5フ年、ェリー。あれがね、なかなかいいコースだったんですよ。だ新潟もね、割と知り合いが多かったんで、また僕も行きますから、サポートしにね。ぜひ、新潟またちょっと盛り上げて、新潟からちょっとこう、上行くと、新潟の上秋田か。ですよね。秋田だけ僕まだライブやってないんで、秋田行って、で東北回って北海道行ってもいいし、新潟から富山へ降りて行ってもいいし、みたいなね そんなコースでまた行きたいと思いますので、よろしく今後ともお願いいたしますね。平お願辻いしさん、ます。ともこさん。朝子って書いてともこと読む。頼朝の友だそうです。ね。ね。ということで、今日はありがとうございました。お忙しいとありがころとうございました。を。ね、また本当、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いしでは、ます。さようなら。平辻智子さん、一般マイスターの平辻智子さんでした。ナレーターで女優さんでした。ありがとうございます。じゃあねー。はい、ということで、新潟在住の平辻智子さんに、ご出演いただきましたね、ゲストで。彼女はナレーターで女優さんとかやられてて、もう喋りがプロなんでね、ボイストレディジュッポ健康法っていうコーナーをお持ちいただいてますので、これからもね、ご活躍いただきたいと思っております。今日はどうもありがとうございました。皆さんまたお会いしましょう。